はい、始まりました。あなたの健康を考えるチャンネルへようこそ。ビューパラです。最近はどこのお店に行ってもアルコール除菌にご協力くださいの張り紙、仕事をしていても毎度毎度アルコール除菌手洗いうがい、家の中にいても徹底したアルコール除菌手洗いうがい。今皆さんの人生の中で最もアルコール除菌手洗いをしているかと思います。しかしアルコール除菌や手洗いをしまくった皆さんの手はどうなっていますか？おそらく多くの方がガサガサになり手荒れが起きているのではないでしょうか。アルコールを使うことで起きる乾燥、手洗いで起きる皮膚のバリア機能の低下などによって手荒れが起きます。冬の乾燥で手荒れが起きやすい人はいくらか対処法がわかると思いますが、そういったことに遭遇してこなかった人にとって何をどうしたらいいかわからなくなってしまいます。そんな方に今回は手荒れを治す方法を説明していきたいと思います。まずはハンドクリームです。乾燥から守るための必須アイテムです。安く済ませたい方はニベアやユースキンなどが挙げられます。医薬品でしっかり治したい方はヘパリン類似物質またはワセリンがおすすめです。ヘパリン類似物質とは保湿できて抗炎症作用があり、血行促進もしてくれて乾燥肌にとっても強いんです。ワセリンは高い保湿力で外気との接触が全くなくなるため、とにかく保湿したい方はこちらがいいです。蒸気のものはドラッグストアなどで購入できます。次に手荒れを治す方法です。多くの場合ステロイドが使われますが、短いスパンでさっと治したいなら私はステロイドをおすすめします。ステロイドには様々な種類がありますが、それぞれ効きやすいランクがあります。本来なら皮膚科に行って最適なものを処方されるのがベストですが、このご時世病院にはあまり行きたくないですよね。よっぽど手荒れがひどくない限りはこの成分が書かれているものを選ぶといいでしょう。それはプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルです。これじゃ分かりづらいですね。略すと PVA だそうです。多くの皮膚薬にあの長い成分名と合わせて PVA と書かれているので、このステロイドを選ぶといいでしょう。 PVA が入った皮膚薬は種類がかなり多いですが、どれも大して変わらないので好きなものを選んでください。皮膚薬に関してはまた動画にして詳しく説明しようと思うので、今回はここまでにしておきます。特に女性の方だと手荒れは気にすることが多いのではないでしょうか。また湿疹がひどく傷があるとそこから菌が侵入してくることもあるそうです。徹底したアルコール除菌や手洗いもいいですが、しっかり保湿して手荒れがないようにしていきましょう。手荒れになる前に予防と対策。